世の中の実感はとてもそんな状況じゃないんじゃないですか。一方的な思い込みじゃないですか、総理の。総理ね、有効求人倍率もこれ、よく今度、よく研究してください。これ、私もまだ研究中なんでは、はっきりした結論までは言えない。しかし、大体求人数が増えると、求職者数は減ってるんですよ、過去。確かにそうなんです。求人が増えて求職者が減るということは、 結果として就業者数が増えてるわけですから、有効求人倍率は確かに上がるんですよね。そこはそうなんです。しかし今、私が見る限り初めてのことが起きてまして、それはつまり新規の求職者数が初めて減り続けてるんです。新規の求職者数というのは過去見ても、あまり景気に変動されてないんです。 一貫しておそらく生産年齢人口の増大に伴って、70年代からの話ですけどね、新規の求職者数というのは一貫してほぼほぼ景気に左右されずに増えている傾向があるんです。ところがリーマン・ショック以降、人口減少が顕著になり始めた15年ぐらい前から、歴史上おそらく初めてです、新規の求職者数が一貫して減り続けている。これも よく分析しないと、状況は総理がおっしゃってるほど、こんなに単純なことなのかということになるわけです。それで、今日申し上げたかったのは、仮に国民の全賃金、総得所得が総理がおっしゃるように増えたとしましょう、仮に、それはまあ事実ですから、ここ何年かはね、それはそうですから、そうだとしましょう、そうだとしましょう。しかし、一方で申し上げたように、今お答えになりませんでしたが、日本では人が減ってます。 しかし世帯数が増えてる。なぜか、単身世帯や少人数世帯が増えてるからなんです。ということはどういうことかなんです。資料でお示しした、これは総務省の家計調査による家庭のコスト分析なんですね。一人世帯は、 大体月々16万円ちょっとかかるんだそうです。これが2人世帯になると25万で済むんだそうです。3人なら29万、4人なら32万、5人なら34万、そして6人なら30、ほとんど変わらない、で昔は大体1世帯5人が標準だったんだそうですね。 で今、2.3とか2.4まで減ってるんです。ということは申し上げたとおり、仮に世帯収入が少々伸びたところでですよ、まあ、離婚や、独居や、シングルマザーや、いろんな生活の圧迫感を考えると、これ、少人数世帯になれば、家賃や光熱費といった固定費だけでいっぱいいっぱいになるんですよ、国民生活は。 こういう状況の中でさっき申し上げた、戦後最大の消費不況ともいえる状況が起きているわけです。従って総理がよくおっしゃる、総雇用者所得をマクロで見るのが一番いいんだとか、適切だというお考えは、極めて一面的で、そして浅はかで、国民生活の一人一人の国民生活の実態に寄り添ってない、と私は思いますが、いかがですか。安倍内閣総理大臣。 雇用を増やしたことをですね、いわば悲観的に見るというのは驚くべき経済的な姿勢だと思いますよ。まあ、世界中、どの国もです、ね、雇用を増やしたということについてはだ、いわばそれぞれの政府の実績であります。で、380万人雇用を増やしたというのはです、ね、実際に新たな雇用が生まれたんですから、380人分生まれて、そして実際、500万人労,労働生産、 人口が減る中にあってですね、これ500万人が減る中にあって、380万人、これ増やしたという、仮に少々増えても、この固定費の増加に追いつかないでしょうと申し上げているわけです。格段にまい違いますから、少人数世帯化が進むということはですね、そのことに思いをいたして、ご答弁いただかないと、国民は救われません。あるまあこれも一つの例ですが もうあえてお便りを紹介させてください。今回の質疑を通していただいたお便りです。以前、商社マンをしていました。バブルで破産して、今は新聞配達とアパート清掃で暮らしています。70代の名古屋の男性です。名古屋でも住宅の2、3割が空き家、つまりローンが払えず夜逃げしている家もあると言われています。生ゴミの回収は昔は自分みたいなおじいさんばっかりだった。少し前から若い青年もするようになり、 今は若い、それこそ綺麗な女の子、親が倒産したらしいですが、もしている、景気なんて全くよくない、安倍さん、本当の底辺の人間、見ていますか、国民の目も開かせてください、本当に今回の質疑ありがとう、手紙を書きます、というお便りもあるんです、そういうことに答えていただくために、総理、 まあ今日本当はもう少し何点かお聞きしたいこともあったんですが、私ね、いろいろ数字調べました、統計の中身も調べた、素人だけど一生懸命調べました、でも途中からね、なんでこんなに数値論争してんだと、なんでこんなにこの政権と数値論争でもがいてんだろうと、私は途中からそう思うようになったんです。 もしね、総理。もしこの国の総理大臣が、いい数値持ってきたらですよ。いい数字はもういいからと。いい数字はよく言ってんだろ。それはもうお前たちで勝手にやってってくれ。どっかに悪い数字ないのか。そこで困ってる国民はいないか。そこに社会の矛盾が埋もれてないか。というような総理大臣だったら。 そもそもこんな数値論争は起きてないじゃないか。自分の政策のあたかもすべてが効果であるかのように懸伝し、統計のルールを変えたことの説明も不十分で、そういう総理大臣の姿勢である限り、国民は救われないし、正しい経済政策は打たれませんよ。 時間が2分だけあるんで、総理、これだけ聞きます。GDP に関して、16年の12月に立ち上げた研究会、こういう有識者の指摘があります。まあ、いくつか言いますがい、元気になる材料があるんで、漠然とした不安感を打ち消すことに使えないか、GDP 統計を、冗談じゃないでしょう。GDP の計算に入れて、国民が何を元気づけられるんですか。 マスコミには従来から都合のいい統計を作っているという論調がある、各省とも制度上、そのようなことはできないようになっていると言っていただいていると思うが、今回についてもそのような誤解が絶対生じないように、客観的かつ明確な手順に沿って反映した結果であると説明していただきたい、後ろめたいんじゃないですか、そして、問いに答えてほしいのはこの一番上の問いなんです。 ルール申し上げた GDP の基準改定と政府が掲げている名目600兆円の目標との関係はどう説明するのか目標を設定した時期つまり15年の9月と目標を達成する時期20年頃では計算方法が違っているので どちらかに揃えて比較することがフェアなのではないか、この問いに対する総理のお答えをいただいて、質問を終わりたいと思いますなん<ず>でのさん出てくるんですか、私もですね、えー、まさに、えー、今、脂の方経済政策で、ですねべての方がです、ねえー、それで、えー、この満足しているというふうには、まあ、さらさは思ってませんし、まさに光が当たってない方々にですね注目をし、光を当てていくことが政治の使命だと思っていますよ。 そういう政策を進めています。まあ、ですから、家庭の経済事情に左右されないで、頑張っている子どもたちがですね、高等教育も受けられるようにするという政策の4月からですね、真に必要な子どもたちに対する、いわば高等教育の無償化を進めていくという政策を進めていきます。またですね、低年金者の方々に対する支援もしっかりと、まあ、今回の言うとおりについてですね、 それについて批判をされるということについては、我々は容認ができない、この受け止めることができないわけでございまして、我々はまさに、そういう中においては、ですねそういういわば自分の孫、最初の孫のときには、ですね大変、就職苦労して、大変自分も心配したけども、今度は就職、本当によくて、変えてますよ、そういうもとも。